はい、ミッキー岡田です。彼氏が欲しい、結婚したい、そんな気持ちで頑張ってる恋活婚活をしてるのに、神様私にはなぜ出会いがないんですかとか思ってる人おるよな。神様とか社会のせいにしてないか。頑張ってるのに出会いがないっていう女性に伝えたい。僕は神様じゃないけどな、そういう女性に出会いがやってこない3つの理由を僕は分かってる。その3つを改善すれば出会いのチャンスをつかめるようになるよ。知りたいよね、出会いのチャンスがつかめない女性の3つの理由、どういうことかっていうのを今から詳しく説明していくな。1つ目、出会いの探し方が自分に合ってない。今や出会う方法ってたくさんあるやん。マッチングアプリとかパーティーとか相席居酒屋とか、ほんまな昭和の時代からしたら羨ましくて仕方ないよ。僕らの時はナンパするかテレグラしかなかったもん。テレグラって知ってる？お店に女の子が電話かかってきて、一番早く受話器を取った人が喋れる権利があんねん。男が20人ぐらい競い合うねんけどな、もうな、プルプルプルーが聞こえたらあかんねん。プーでも取らなあかんような0コンマ何秒の勝負。ほとんどが桜でな、全く合われへんもん。いっつも待ちぼうけや。周り見たら何人も同じような男性が並んでねん。親近感湧くよな。昔やで、友達の話な。今はええな、出会い方にこだわらんかったら出会える場所いっぱいあるやん。アプリせえや、パーティー行けや、相席居酒屋でおごってもらいや。いや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 、そんな出会いは嫌やねん。やっぱりそうやんな、自然に会って恋愛したいわな。確かに自分に合わない出会いを続けていると辛くなるだけやし、前向きに頑張れる出会いの方がええと思う。でもな、それぞれの出会い方のいいところもあるから見ておいた方がええんよ。じゃあ参加人数の多いアプリとパーティーから詳しく見てみよう。マッチングアプリ。マッチングアプリなら気軽に始められるメリットがあるやん。会員数の多いアプリやったら男性もより好みできるし。ってことはやで、男性も同じようにたくさんの女性を見てんねん。こっちの子の方がいいなと思ったらすぐに乗り換えられるリスクがある。気軽に始められる分、気軽に別れることも多いな。真剣に恋愛した人もおるし、ただ遊びたいっていう人もおるのは厄介な。アプリの一番いいところはな、やってる人数が一番多いね。だからめっちゃくちゃイケメンとかめっちゃくちゃ可愛い子はいっぱいおる。自分のタイプの子がいないってことは絶対にないわ。でも遊び目的多いし、ビジネス目的も多いし、宗教にも勧誘されるし、食事を怒らされるとか服買わされるとか、いっぱいそういう目的でやってる人がおるな。僕も若い頃、その頃はアプリじゃなくて出会い系メールやったけどな、可愛い女性に女性ものの毛皮を買わされたことがある。30万ぐらいしたわ。もちろんフルローン屋で学生やったし、その女性は毛皮のセールスマンやねん。この毛皮一生もないから未来の奥さん喜びますよとか、素敵な奥さんにあげてくださいねとか。今毛皮なんか誰が着てるんよ。ごめん、話がずれた。婚活パーティー。じゃあ婚活パーティーのメリットはっていうと、たくさんの人数と一度に会えて、実際に顔や印象を見て判断できるのが一番いいところな。一度にたくさんの人に会えるのはパーティーがダントツ。パーティーの種類によっては独身証明出さなあかんかったりするから、そういうのはガチや。遊び人は少ない。趣味で集まったりするのもあるし、そんなんはめっちゃ楽しいよ。やけどパーティーっていうのは初対面の人と1対1で向かい合って話するんで、最低限のコミュ力は必要。喋りが達者な子はいいけども、引っ込み思案だったりするとうまく自分を表現できなくて終わってしまうパターンが多いな。僕は今まで多くの出会いイベントを企画とか運営してきてんけど、ここでの問題はやっぱり遊び目的の男が多いんよ。それがまたモテるんよ。パーティー慣れしてるから赤子の手をひねるように女の子ゲットしよる。毎回毎回カップルになるもん。その男がしょっちゅう来るの。お前前来たやないか、お前前カップルだったやないかって腹立つの。でもな、そういう男性がいる方がイベント自体は盛り上がるから難しい。モテない男性ばっかりやったら会話が全く盛り上がらんくて、暗いイベントになってしまうねん。遊び目的男、腹は立つけど必需品。イベント主催者の永遠の悩みやわ。こんな風にどんな出会い方にも長所と短所があるわけさ。あの子よ、新しい男と出会えてるなって感じる友達おるやろ。そういう子は自分に合った出会い方分かってんねん。他の人が同じようにやってもうまくいくとは限らんってことな。それぞれの出会い方のメリットとデメリットを考えながら、自分がうまくいきやすい方法を探してみようや。そのためには一通りの方法を最低限は一遍は試してみよう。運命の出会いは自分で作るものやねん。また名言言ってことな。出会いの多い子は裏でそれなりの努力を絶対にしてる。あのさ、大人になったら出会いって減ってくるやん。それは当然やねん。人は年齢重ねるごとに新しいことにチャレンジをせんようになるから。だから自分から動かへんかったら出会いは減ることばっかりや。この出会い方は嫌やわとか食わず嫌いしてる分だけチャンスは減っていくよ。頑張ろう。2つ目、タイムリミットを設けてない。恋は短期集中やで。相手探しは短くしなあかんねん。長くすればするほど決まらんようになる。せっかくいい人と出会えたとしても、本当にこの人でいいんやろか、この人といつになったら付き合えるんやろか、こいつほんまに結婚する気あるんかっ
で悩むだけで時間が過ぎて結局付き合えんかった、疲れただけやっていうパターンあるよな。一人に費やす時間がなくなってない？婚活や恋活って長引くと心に疲れが出んねん。ある程度の年齢になってからの恋愛は人生の大きな決断やん。どんなことよりも疲れるのは当たり前やねん。そこを理解しておくのも一つのポイントな。じゃあ短期集中のお相手探しの具体的方法を言うな。まずはたくさんの男性を見ていいなと思える人から数人をピックアップする。3人ぐらいが適当かな。婚活や恋活が長引いてる人はいろんな男性と出会いすぎたからやねん。もったいないなとか、前の人の方が良かったなとか、今さらこの人はとか比較してまうねん。それが婚活が長引く原因やから。そうならないためにはな、いいなと思える人をピックアップしたら、あとはすぐに勇気を出してアプローチ。早め早めのアプローチやね。だらだらやっていることなんか一個もないから、嫌われたらどうしようとか、がっついてると思われたくないとかって思うかもしれんけど、もしも断られたら時間が節約できたらラッキーラッキーラッキーって思うねん。お疲れ様でしたってね。男はな、女性ほどじっくりと準備段階踏まなあかんとか思ってないから、男が出会ってからまだ時間経ってないからまだまだあかんわって絶対思わへん。なぜならな、男が本当に女性を愛するのは付き合ってからずっと後や。これがまた今度説明するな、長なるから。そしてそいつのことをスパッと忘れて次の男に行く。万が一そのピックアップした人全員がダメだったらどうすればいいんってなるかもしれんけど、そしたらまたいいねと思う人をピックアップしに行くねん。結局遅かれ早かれ恋愛や婚活っていうのはこれを繰り返していくことでしかないから、長い時間をかけて相手の性格を知ってから徐々に関係を深めながら恋愛が始まるとかないというか、というのはもうこの世からなくなりましたって思うて諦めて。白馬の王子様はどこかにはおるけどな、お姫様を必死で探してないねん。だって冷静に考えてや、王子様は出会いもたくさんあるしモテるんやでちょ。普通に生活してて出会えるわけないねん。こちらから頑張って会いに行かなあかんのよ。恋愛は短期集中で株を打つ、これ鉄則やで。3つ目、自分の魅力を知ろう。自分はダメだ、可愛くないとか言ってる間は彼氏はできひんで。自分の魅力を知っとかな、そこ伸ばされへんやん。相手にも伝わりにくいよ。そやけどな、みんなはこんな私は魅力なんてない。実際可愛くないし。バカー！毎日毎日自分自身でそんな風に思っとるとな、ますます悪い方向に行くんやで。考えてみんや、例えば子供にな、お前はダメな子や、良くない子や、ええところのない子や、ぶっ細工な子やって育てられたら、どんな大人になっていくか想像できるやろ。それを毎日自分自身でやってる可能性があるで。そういう悪い習慣は変えていこう。方法言うで。自分のことを魅力がない、可愛くないとか思ってる女性は今すぐやで。鏡を見て笑顔で自分自身にこう言って、可愛いって言ってあげよう。これはな、予言の自己成就っていう心理テクニックやねん。根拠のない見立てや思い込みを持つと、人は無意識にその予言に当てはまるような行動をとるねん。もともとは実現したらええなっていう程度の予言やってんけども、本当に現実のものとなる現象のことやから。何もせんと私可愛くないしとか思ってるんやったら、今すぐ家で鏡の前で自分を褒めてやってよ。この場合どんな予言をしたらいいのかっていうと、かなり具体的な方がいい。明日の婚活パーティーで目の前に座ったイケメンの男性に目を褒めてもらえるとか、あなたのような明るい性格の女性がタイプやったんですよとか言われるとか、妄想でも何でもいいんやけど、とにかくしっかり具体的に予言をすることがポイントな。これだけで無意識が自分の予言に沿って動いてくれるようになんねん。これタダでできるから試さなさん。大丈夫、あなたは魅力的な女性やし、最高に可愛いから素敵な男性が必ずもうすぐ現れる。あなたが出会いのチャンスをつかみに切れてないんやったら、3つの理由と解決策はまとめるとこんな感じな。1つ目、自分に合った出会いの探し方が分かってない。これは試したことのない出会い方にチャレンジしてみようやったな。2つ目、タイムリミットを設けてない。ここのポイントは出会いは短期集中でやったな。3つ目、自分の魅力が分かってない。鏡の前で具体的な予言をしよう。自分なりの思考パターンや行動パターン、無意識でやってるパターンを見直そう。自分が本当のところ何を感じ、何を思い、何を求めているのかに気づかんと、無意識のパターンで過ごしてしまうと、良くも悪くも同じことの繰り返しにしかならへん。私は必ず素敵な人と出会うという根拠のない思い込みを持って、鏡に向かって予言して、今できる行動からやっていこう。できるだけ早く出会いをつかむために、行動とマインドどちらも変えていこうや。気持ちが変われば行動が変わるし、行動が変われば結果も変わっていくからな。今回話した3つのポイントを意識していい出会いをしてください。今回は出会いのチャンスがつかめない女性の3つの理由をお伝えしました。この動画が役に立ったなら、チャンネル登録と高評価をしてくれたら嬉しいです。これからもみんなにとって役に立つ動画を配信していきますので、よろしくお願いします。じゃあ